コングラチュレーションズ。地域資源創生学部の三宅健二准教授がデザインプロデュースした宮崎大学本格焼酎薫陶が2018日本パッケージングコンテストでのジャパンスター受賞、アジアスターコンテストでの受賞に引き続き、世界大会のワールドスターコンテストにおいても受賞の快挙を果たしました。世界規模でのパッケージコンテストであるワールドスターは、各国の優れたパッケージを世界に紹介することを目的として毎年開催されており、今回は世界35カ国から319点の応募がありました。まさに地域から世界レベルのパッケージをまとった宮崎大学本格焼酎薫陶、大学への寄付に対する返礼品や贈答品などとして活用されています。コングラチュレーション。メラ電機産業株式会社からの寄付を受け、学長のリーダーシップのもと、本学が取り組んだ地域デザイン棟の整備と地域デザイン講座の取り組みが、国立大学法人評価委員会から大学の業務運営の改善及び効率化において特筆すべき状況にあると評価されました。これは86法人中2法人のみの評価です。県内市町村の市長が地域の魅力やビジョンを語る宮崎大学トップセミナーや、多種多様な著名人の講演をライブ中継にて配信する宮大赤学講座の開催など、企業や地域住民、学生が一緒に学ぶことのできる交流の機会の提供、そして学生の自由な活動の場として施設を24時間365日使用可能とした点などが高く評価されました。今後ますます地域デザイン講座の人材育成、地域貢献、イノベーション創出に向けた取り組みが注目されます。